皆様こんにちは、今イタリアのフィレンツェに来ています、というのも、いろんなイベントがありましてそちらにご招待いただいて、なんか映り込んでる人もちらほらいますけれども、こちらの一緒に来てます。いやあっという間に溶けそう。フィレンツェの街歩きです。すごい人、原宿の竹下通りみたいな感じです。フィレンツェって何回目なの？フィレンツェは2回目。2回目、すごい。いやすごい、前来た時よりもすごいかな。うん、そうだね。まあでもこういうとこはあんまり来てないかもな。なんか撮影を、あ、そうか、うん、仕事だって。素敵なところです。これいいね、これいいね、これいいね。いやイタリアに来てるな。ここがシニオーリア広場っていうのかな。こっちが、ベッキオ宮殿。あ、ちょっとあれかな、どうしよう。ジェラート、あ、ちょっと見てみようかな。ブジョルノ、Do you mind if I take a YouTube? No problem. No problem. ね。グラッセ。OK 出ました。どうしようかな。どうする、ひーちゃん。あげるよ。マスカルポーネとか、なんかあれだよね、イタリアっぽいよね。あ、ティラミスね。いや、さっぱり系でいくか。え、ひーちゃん、マスカルポーネ、でこのマラガーってやつにします。すごい量だね、これ。いやあっという間に溶けそう。てか、ひーちゃん食べらんない。私もだけど、うん、美味しい。ズオモです。美味しい。お土産屋さんを探しているんですが、おしゃブティックとか、あとはなんかの露店みたいな。来ました、ブルネロクチネリのブースです。ブルネロはもちろんレディースもあるんですが、今日はメンズのコレクションなのでメンズがずらーっと並んでます。グラツミレブルネロさん、口もはしゃいでます。これからパーティーに行ってまいります。あ、映ってる、映り込んでる、映り込んでる。This way. This way. OK、行きましょう。よいしょ、こちらです。よいしょ、さ、行ってきます。到着しました。わー、すごい素敵。わー、綺麗、綺麗な雰囲気。まだ青空だけど、意外と8時半です。今日はイタリアのメイクアップアーティストの方にメイクをしていただいたので、ちょっとイタリア風かも。
美味しそう、美味しそうですね。ボナペティート。ボナペティート。ボナペティート。わお。ちゃんとのスーパーカーティア。Grazie. No, ricevuto. Però. え、無事ホテルに戻ってまいりました。現在11時半ぐらいです。私たちは割と早めの方に、おいとまさせていただいたんですが、これからさらにディスコの時間みたいなのがあったりして、イタリアの皆様の夜はまだまだ続くようです。すごい、みんなパワフルでした。寝ます。2日目はフィレンツェから車で2時間ほどのソロメオ村にやってきてます。すごい綺麗。長いこと車に乗ってたので、まずはコーヒーを飲もうみたいな感じでお店にやってきました。はい、なんかすごいシンプルで改装したばっかりみたいですね。お邪魔します。これは、あ、米、お米、なんかお米缶詰で売ってるって、なんかすごい新鮮。お土産で、ちょっとこれこれすごい、トモドーロ。わー、すごい、顔ぐらいじゃないですか、これ。ナス、いただきます。よいしょ、コーヒーちゃん。これはのんびりだ、気持ちいい。なんか鼻もちょっと取れないかなって気もするよ。まあ、そうだよ、ね、だけどどっち好きって言われたら、いや、でもどっちも好きかな。私二十歳、18くぐらいの頃に初めてイタリア来て、それまでコーヒー飲めなかったけど、イタリア来て初めてコーヒーが飲めるようになって、なんか、なんとなく苦いけど美味しいっていうのが、ミラノで初めて、あ、これがコーヒーかみたいな。の半。なぜ11時になってたのかな。12時じゃないの。間違えた。すごーい、綺麗。壁一面のジャスミン、あ、いい匂い。一面生地が本当に鮮やか、綺麗に色が残ってて、なんて贅沢な、なんと贅沢な劇場でしょう。あ、すごい。社員食堂で社食を食べてきます。すごいおしゃれじゃないですか、レストランみたい。
と。あ、ちっちゃい、まだ。花出て、そこからブドウ始まります。わ、すごい。わー、ワインの、もうすごいワインの匂いが。もう酔っ払っちゃいそう。なんか、おるよ。なんかいるよ。ちっちゃいから私まだ。ペルージャに来ています。もうちょっと何かこうちょっとすごい。きっと明日はいい。